神戸ファッション造形大学は、兵庫県明石市名南町2丁目1番50号に本部を置いていた日本の私立大学である。2005年に設置され、2013年に廃止された。大学の略称は、神戸ファッション造形大。正門金越神戸ファッション造形大学は、2005年に設置された。ファッション造形学部のみの短化大学であり、 服職分野に特化した専門的な研究、教育が行われていた。大学の設置者は学校法人、福富学園であった。2010年度に新入生募集を停止し、2013年に閉学した。見学の精神神戸ファッション造形大学では、見学の精神として人、創造、未来を掲げていた。神戸ファッション造形大学は、1967年に、 設置認可された赤市女子短期大学を源流としている。その後、赤市女子短期大学は男女共学の赤市短期大学を経て、神戸文化短期大学に改称した。神戸ファッション造形大学は、この短期大学を礎とし、4年生大学として2005年に設置された。2008年には、神戸文化短期大学を改組し、神戸ファッション造形大学短期大学部として、 統合した。2013年に校舎は解体され、住宅の分譲地となった。学部大学院大学院は設置していなかった。短期大学部付属機関。ありがとうございます。